敗戦の混乱は過酷な運命を背負った子供を生み出した連合軍兵士と日本人との混血児、いわゆる GI ベビーである。その多くは慰安所で働く慰安婦や師匠となった女性、末に生まれた子供もいた。この時貧しさや差別、偏見がつきまとい、母親が我が子を捨てるという事件が後を絶たなかった。そんな混血の子供たちを救ったのが沢田美希という一人の女性であった。沢田は多くが父も知らず、母からも見捨てられていく。何の罪もないのに人生が奪われていく GI ベビーの厳しい状況に心を打たれ、エリザベス・サンダースホームと名付けられた養育施設を設立。だがそんな沢田の活動を GHQ は阻止してきた。 GHQ にとって GI ベビーは本国に隠しておきたい存在であったからである。そこで沢田の活動を批判し、施設運営を徹底的に妨害。しかし沢田はそれでもアメリカに乗り込んで混血児問題を訴え、募金を集めたのである。沢田は母として教育者として78歳で亡くなるまでに約2000人の子供たちを育て、社会に送り出した。